国際地球観測年、国際地球観測年、国際地球観測年、略称、アゲは、1957年7月1日から1958年12月31日まで続いた国際科学研究プロジェクトの名称。国際年の第一号として数えられる。当初は、太陽の時期が地球に与える影響を研究するために設定された。 かつての1882年から1883年の第一回国際極年と1932年から1933年の第二回国際極年に引き続くものである。なお、は直訳すると国際地球物理年、または国際地球物理学年となるが、日本学術会議挙げ特別委員会は国際地球観測年を日本での正式名称として、 採用した。これは、挙特別委員会の長谷川万吉委員長と長田武志総幹事が、天文学、地球物理学、物理学、電波科学の処分野が、立体的に総合研究を行うべき挙計画に、地球物理の名を関するのは良くないと判断した、ことによる。国際地球観測年で行われた協力は12項目があった。以下に列挙する。オーロラ。 大気候、宇宙船、地磁気、氷河、重力、電離層、経度、緯度決定、気象学、海洋学、地震学、太陽活動。ソビエト連邦とアメリカ合衆国は国際地球観測年のために初期の人工衛星、スプートニク1号とエクスプローラー1号を打ち上げた。主な成果はバンアレン体の発見、中央海嶺。 プレートテクトニク施設の確認作業などがある。極地は特有の現象を持つ。空気と水は南極大陸内部に封じ込められ、そのまま数十万年の間大陸に堆積したままになる。これらは過去の地球の気象等を知る手がかりになる。南極点でこれらを観察することは可能だが、南極点は大昔に放棄されたままで一度きりの 観察のために出かけるのには費用がかかりすぎる難点があった。国際協力により観測結果を交換し合うことによりこれらの費用は最小限に抑えることができる。この国際協力をきっかけに複数の国により領有権の主張がなされていた南極大陸について今後も大陸全体を国際協力で観測できるようにするには 国境線で大陸を分断しないことが重要という認識が3カ国の間で広がり、1959年の南極条約へと至った。第1回国際局面はゲオルグ・ニューメイヤーによって提案され、オーストリア・ハンガリー帝国海軍将校、カール・ウェイプレクトによって実行された。複数の観測者が同年に異なる位置で、 複数種類の測定を行うことによって、結果が統合され、価値のある解釈を生むことが可能になった。1882年から1883年の第1回国際局面には、12カ国、オーストリア・ハンガリー帝国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、イギリス、カナダ、アメリカが参加した。 これらの国は北極近辺の14の速攻所で氷、大気、電磁気、地磁気、諸行、海流、潮、構造及び運動の観測を行った。このほか、世界中の40を超える気象台が国際局面の観測に協力した。第一次世界大戦後、電信、ラジオ、電話が発達し、飛行機などが実用化すると、 これらを利用した提案が1927年に国際気象委員会に提出された。1932年から1933年の第二回国際局面はこれらの新技術を使って気象情報を交換することが可能であるか、またそれが各国の気象予報にどれだけ有効であるかを調査する目的であった。また地の気象観測が 気象予報にどれだけ意味を持つのかを調査する意味もあった。44カ国がこれに参加し、情報が集積された。しかし、両極地の情報は極端に少なかった。1950年代、アメリカのロイド・バークナーによって、ロケット観測などを含む、第3回の国際極面が提案された。国際学術連合は、これを、極地外の総合的な地球物理学観測の、 計画に拡張した。70を超える国立、またはそれに相当する機関が協力し、国際地球観測年委員会を組織し、実行した。これにより、南半球の高緯度地域の高層気象データの蓄積が進み、南半球において、夏の極前線の存在が確認できないことが明らかとなり、アリソフの気候区分にあるような南極帯と南極気団体存在しない、 ということが判明した。国際地球観測年が提案された1951年、日本は独立を回復していなかった。日本はこれに参加し、国際的地位を認めてもらおうと考えた。当初、赤道観測を行う予定であったが、観測予定地の領有権を持つアメリカは、自国で観測を行うという理由で提唱にこれを断った。 そこで日本は南極観測を行うことにした。しかし、挙げ、南極分科会では第二次世界大戦で日本に遺根を持つ複数の国から強硬な反対を受けた。アメリカ、ソビエト連邦などの大国が日本支持に回り、最終的に参加が認められた。ノルウェーが国力不足を理由に南極観測を行わないと表明したため、当時ノルウェーが 領有権を主張していた地域が日本に割り当てられた。日本は国際地球観測年に合わせて南極圏内の東ウングル島に昭和基地を建設し観測に協力した。昭和基地は国際地球観測年終了と共に撤収する予定であったがその後延長され現在も観測が続いている。日本は12のすべての部門で協力を行った。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。